サモア。サモア独立国。サモア独立国。通称サモアは、南太平洋、オセアニアに位置し、ウポル島、サバイ島及び七つの小島からなる国家。首都は、ウポル島北部にあるアピアである。イギリス連邦加盟国の一つ。サモア諸島のうち、西経171度線を境として、西側に位置する。この経度を境に、 アメリカ領サモアとサモア独立国に分割されているが、住民も文化も同じポリネシア系である。正式名称はサモア語ではマーローサ、オロトトゥト、アタシオサモア、英語ではインディペンデントステートオブサモア。通称はいずれもサモア、文化的には共通であるが、東西サモアの政治的統合は現在のところ現実的な議論の対象とはなっていない。 国名は、サモアの、サは、ポリネシア語の場所を示す。窃盗語で、モアは、創造神、タンガロワの息子モア、またはその化身の鳥に由来し、サモア語で、モア人の聖地という意味がある。日本語表記は、サモア独立国。通称、サモア。かつては、東側のアメリカ領サモア、東サモアとの対比で、西サモア、サモア語で、サモア ICG4。 英語でウエスタン・サモアと呼ばれてきたが、1997年7月4日に、現在の国名に変更した。生体については、諸説あり、選挙立憲君主制とみなす場合と、憲法を厳密に解釈し、共和制とみなす場合がある。日本の外務省は、サモアの生態を、選挙により国家元首を選ぶ制度としている。立法議会は一院制で、サモア語で、 河野と呼ばれる。議員の定数は49名で、任期は5年である。47名は、サモアの伝統的指導者層である首長、マタイマタイから選ばれ、残り2名は、欧米系などの移民の代表として選ばれる。首相は、立法議会の議員の過半数により選挙された、国会議員が、国家元首であるオレアオレマーローの任命により、就任する。オレアオレ。 マーロー、国家元首の定員は1名。任期は5年間。立法議会による選挙で選ばれる。憲法の規定では、立法議員の非選挙権を有する者は誰でも、オレアオレマーローの非選挙権を有するものとされているが、実際には、サモア社会で特別に高い権威を有する4位への、大主張、マアイガから選ばれるのが当然とみなされている。タマアイガはいずれも、 特定の家計による世襲制である。複数政党制に基づく民主政治が機能しているが、1982年の総選挙以来、全土で圧倒的な知名度と影響力を持つ人権擁護党 HRPP が圧倒的な多数票を獲得して勝利を続け、長期政権を担っている一党優位政党制。11行政区で構成される。 人口が最大の行政区は首都アピアがあるであり、サモア人口の半数近くが住む。ニュージーランドの北2 3 0 0トル、ハワイ州の南3 7 0 0トルの南太平洋上のサモア諸島に属し、広さ2 9 3 5トル、日本の鳥取県より少し小さいの島国である。東にはアメリカ領サモアを挟んで、クック諸島、 南にトンガ、そして北には、ニュージーランド領のトケラウ諸島が連なる。主に、サバイ島、面積1 7 0 0ロ平方メートルとウポル島、1 1 1 5 k 平方メートルの2つの大きな島などで構成されている。大きな二島は1 8トルの海峡を挟んでいるが、その間には2つの小島、マノの島とアポリマ島ある。 サバイ島とウポル島は共に火山島であり、サバイ島にある最高峰シリシリ山は標高1858メートルである。海岸地帯にはサンゴ礁が発達している場所もあるが、急激に300メートル以上の海掛けの場所もある。経済的に生産されるものの80%以上が自給用である。農業と沿岸漁業中心でコプラや タロイモなどを生産している。なお、ニュージーランドやアメリカ合衆国、ハワイ州、カリフォルニア州は国内人口をはるかに上回る規模のサモア人が居住しており、彼らからの送金が経常収支の莫大な赤字を埋めている。サモア独立国の主要放送局は、国営のサモアブロードキャスティングコーポレーションとテレビジョン、グレイスランドがあり、サモアブロードキャスティングコーポレーションの テレビチャンネルテレビサモアのオレラリという組は視聴率90%と極めて高い。インターネットにおいては電話回線のモデム接続と無線 LAN によるインターネットがある。新聞はサモアライブとサモアオブザーバーがある。サモアは人口の80.4%が肥満である。その理由として元来のポリネシア人の太りやすい体質に加え、 サモアでは太っている方が評価されていたことがある。近年は教育の普及で健康的な体格に気づき始め、痩せたいという人が続出、ダイエットが大ブームとなっている。また、食事の前に髪かけのガムを顔のどこにでも貼り付けて、済んだらまた髪かけのガムを噛む、というのがサモアの常識となっている。甘さが残っているのに捨てるのはもったいないから、だという。 サモアの国民は9割以上がポリネシア系のサモア人である。サモア人とヨーロッパ人や中国人との混血が7%程度、また1%に満たない程度のヨーロッパ人がいる。サモアは一般的に安全な国と言われるが、マタイの権限が強いので入域する場合は挨拶が必須である。地方の住民は壁のない家に住んでいる。 凶悪犯罪は少ないが、防犯に十分な注意が必要。共有感覚が強いので窃盗が多発するが、マタイ・チーフに訴えれば戻る場合が多い。母系社会で、村落では、マタイ・村落の主張チーフ、牧師を除けば、男性の権限は強くない。夫婦の絆は、一夫一夫制で不倫は、少ないが潔く、夫を変えてしまうことはある。 フリーセックス的感覚はあるが、複数の異性と交わると激しいバトルになり、正々堂々と白黒をつける。こそこそ複数の異性と交わる行為を、クレイジーセックスと揶揄される。近年、貨幣経済の浸透でモラルは謳歌している。母親は、多産で、子供のしつけは厳しく、家事を厳密に割り当てる。母親は、女王蜂のように肥満化して君臨し、子は、 独立するまで家事を助け、横になった母親の体を拭いたり揉んだりして、面倒を見る。長女が夫を迎え、婿入り婚が多く見られる。食事は、客や主人、男が先に食べ、その間、若者や子供はハエを追ったり飲み物を用意したりで、幼児を除き食物を口にすることはない。残された食事を、子供や同居人が食べ、最後は、豚や犬、鶏が食べ、残飯はなく、 合理的である。公用語はサモア語と英語である。住民はサモア語で語り、公文書もサモア語である。学術的文書や記録は英語を使用する。宗教はキリスト教が97%を占める。メソジスト30%、合同教会30%、カトリック教会20%、モルモン教15%、その他5%。都市や村々には、 他の建物とは比べ物にならないほど立派な教会があり、日曜は安息日であり、家族揃って着飾って礼拝やミサに出かける。午後は仕事をしないで散歩や横になって過ごす。刑務所の囚人も解放され礼拝やミサに出かけるが、夕方には戻る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。